アカントフォリスは、白秋前期に、現在のイングランドに生息したノドサウルス科の極竜類恐竜の属の一つである。家庭的な復元図1865年頃、商業化石収集科のジョン・グリフィスは、ケントのホークストン近郊で川骨を含む恐竜の化石を発見し、これを薬金学者のジョン・パーシー博士に売却した。トマス・ヘンリー・ハクスリーは、 パーシーの化石に注目し、グリフィスに同じ場所で発見したものをすべて掘り出させるために支払った。現場は長官隊にあり、発掘は困難であったが、なんとか発掘され、追加の骨と装甲が発見された。1867年にハクスリーは親族、新種ッコアンスホリスホーリダスとして記載命名した。俗名は装甲にちなんだものであり、 古代ギリシャ語で、トゲを意味する、アルファーカッパアルファーニューシータアルファーと、ウロコを意味するファイラムダイオタから派生している。種商名は、ホーリダスラテン語で、驚くべきもしくは、荒っぽいを意味する。フェリスは、女性名詞であるため、1890年に、アーサー・スミス・ウッドワードにより、アッコ・アンソ・ホリス・ホーリダと構成されている。 タイプ標本及び子タイプ GSM109,045GSM109,058 はケンブリッジグリーンサンドで発見された。この類想は、アルブ器からシノマンキの年代のものであるが、より古い時代の最大赤化石も含まれている。これらの標本は3つの葉、1つの図がい帝、1つの動詞、複数の棘と、うろここうで構成されている。 1869年に、ハリー・シーリーはこの属の新種を、複数命名した。SMCB55599 から55609に基づいた、アッコアンソフォリス・マクロサーカス、SMCB55454、SMCB55455 から55460に基づいた、アッコアンソフォリス・プラティペス。 SMCB5558 から55560 55,、B55562、B55566 から55568、B55569 に基づいたアッコワンソフォリスステリオサーカス及び SMC55551、SMC55557 に基づいたアッコワンソフォリスユサーカスである。 1878年にシーリーはアッコアンソフォリス・タニス・パンティラスを命名したものの、1879年にユサーカソリス・タニス・パンティラスへと改名している。同年、シーリーはアッコアンソフォリス・ステリオサーカスの標本を一部分割し、アノプロサウルスの新種アナプラソリスメジャーとしている。しかし、1902年、フランツノップシャはこれを アカントフォリスの別の種であるアッコアンソフォリス、メジャーとした。ノプシャは同時に、アナプラソリスカートナタスを、アッコアンソフォリスカートナタスをへと解明した。1879年にシーリーは、A マクロサーカスのタイプ標本の一部に基づいて、シンゴノサウルスを命名した。1956年にフリードリヒ・ホンヒューネは、A プラティペスを、マクルーラソリスプラティペスと解明した。 1999年に、シャービエア・ペレダ・スパービラ及び、ポール・エム・バレットは、アカント・フォリスの化石の再評価を行い、その結果すべての種が疑問名であるという結論に達した。つまり、ノドサウルス化の種に由来するという以上の識別ができないタイプ標本に基づいており、不正当な名前だということである。これらの標本の化石は、関節状態ではなく、断片的なものも多い。 極竜類のものであるかどうかも疑わしいものすらある。また彼らはシーリーが博物館の標本のラベルとして使用したものの発表しなかった種があったことも発見した。両者の名前は紳士としては提案されず裸なとされた。アカントフォリスの装甲は皮膚にほぼ水平に配置された楕円型でヒール状のプレートと首から肩にかけて突き出した長いトゲにより構成される。 四足歩行の草食動物であり、体長は3から5.5メートル、体重約380キログラムと推定されている。アカントフォリスは、最初ハクスリーによりスケリドサウルス化に分類された。1902年に、ノップ社分離して、独自のカアカントフォリス化に分類した。1928年には、アッコアンソファラデデイは、アッコアンソフォリデイに構成されている。現在では、 極竜類内のノドサウルス化に属すると考えられている。ありがとうございます。